次の目的地に向かうため、ブチャラティたちはベネツィア付近の空港で飛行機を手に入れた。その時、追っ手のスタンド使いが現れたのだが、まるで倒されに来たみたいに即死した。謎の出来事が起こったまま、飛行機は一路サルディニア島へ向けて飛び立った。なんだ、この飛行機落書きが多いな。誰が書いたんだ、いつこんなことを誰が書いたのだ。何、これはまさか落書きはこいつが書いたのか。ジョルノ、なんだそれは。敵のスタンドか。ならば本体はこの木のどこかに潜んでいるということなのか。今までの常識を超える初めてのスタンドです。本体はいません、すでに死んでいます。さっきベネツィアの滑走路の上で、何、腕が食われてる。このままではこいつが体まで上がってくる。腕を切り捨てるしかないか。ジョルド、お前が両腕を失ってしまったら誰がその傷を治すというのだ。間に合わない、ブチャラティ、どんどん食われている。ゴールドエクスペリエンス、僕の腕を切り落とせ。ジョルノ、早く敵スタンドをこの木から放棄しなくては。スティッキーフィンガーズ、なんとか奴を追い出したか。なんてことだ。ジョルノ、重傷だ。とにかく傷の手当てをしなくては。亀の中に入れよう。手当てするって、ジョルノのその両腕は治るのよね。確かゴールドエクスペリエンスの能力で。ジョルノのスタンドは両方の拳で叩いて能力を発現する。両腕を失ったジョルノは再起不能だ。トリッシュ、少し休むんだ。サルディニアには予定通り着くだろう。私は自分だけのために生きている。でもジョルノたちは違う。正しいと信じることのために行動している。私には理解できないわ。あのテントウムシのブローチ動いている。もしかしたら左手に成長しているの。すでにブローチに生命を与えて失った手を作っていたんだわ。ジョルノはまだ再起不能ではない。あの左手を手に入れたらスタンドは再発動できる。これは吹き飛ばされてなかったというの。動いてるブローチに反応しているわ。やるしかない。奴より先にブローチを拾うしかない。を守ればジョルノのゴールドエクスペリエンスは再発動できる。ナランチャとミスターの傷を治せるわ。はい、ウクライナの柱を設置。これを押せば背もたれが倒れていくわ。はい、このシートの動きを追っている間は進めるかも。はい、ジョルノはまだ再起不能ではない。あの左手を守りきれば。あの先にあるブローチ、動いてる。
そのブローチを拾って、トリッシュ。誰かいるの？ずっと前からいます。あなたが幼い時からいつもあなたのそばにいました。私はいつだってあなたなのです。あなた自身の能力です。命令をしてください。名前、あなた名前はあるの？スパイスガール。そう、一味違う。シートを柔らかくすればダイヤモンドよりも壊れない。いって、トロイ。私の力は柔らかくする力。トロイ、いって。あなたはジョルノの左手を守るのをすでに決心している。ブローチを拾ったその固い決意、あなたは精神的にも人間的にも強くなっている。私の力は柔らかくする力。スパイスガール、さっさとあの世へ行きやがれ。あなたはジョルノの左手を守るとすでに決心している。わらび、わらび。追跡をやめないスタンドが小さくなって消えてく。ブチャラティ、不安は解決したわ。ジョルノはすでに自分のブローチを左手に変え、それ以上動くんじゃない。ゆっくりだトリッシュ、ゆっくりとこっちに来るんだ。ブチャラティ、一体何を言ってるのか。まさかこれは、そんな、バカな。
に追いついてそれを取り込む能力のこいつがこの機のエンジンを取り込んでいる。この飛行機は不時着させるしかないか。さあゆっくりだトリッシュ。そいつは今まだエンジンのエネルギーを優先にかまっている。バレる。ゆっくり動くなんてストロイことやってたらいずれ追いつかれるわよ。どっちみちこいつはここで食い止める。する前にこの飛行機を不時着させるしかないか。トリッシュ、バカだ。いきなり走り出して何をやっているんだ。追いつかれるぞ。ココピットに入るなよブチャラティ。何、どういうことだトリッシュ。コックピットに入っても奴にドアを破壊される。ドアがゴムみたいに柔らかくなってる。不時着するですって。ブチャラティ、その考えなら逆よ。全員無事生き残ってサルディニアに到着しとければこの飛行機はぶっ壊す。バラディ。この飛行機の後方部分を壊して切り離した。トリッシュにこんなパワータイプの能力があったと。奴がスピードを優先的に追跡してくるというのなら飛行機後方部分の墜落の方が早いわ。私たちがいるこのコクピット部分は柔らかくしてパラシュートになっているから落下速度は遅くなってこっちを追跡することはない。よし、クソ野郎。さあサルディニアに上陸してボスの正体を探しに行きましょう。父の過去を追跡するのよ。